記憶は時に物語であり敵であり力でもあるあなたはその意味を身をもって体験できたはずですですがまだ始まりに過ぎません記憶を収集する旅を続けてください旅は やがて。我々の窓が受胎を確認したのが三時間ほど前。避難誘導九割の時点で。現場の判断により、施設を閉鎖。 半径5 0 0ル内の住民も避難が完了していますさん質問、窓ってなんすか呪いを指認できる高専関係者のことです術師ではないですが続けますよ受刑在忍者第二宿舎5名の在院者が現在もそこに受体とともに取り残されており 呪体が変態を遂げるタイプの場合特級に相当する呪霊になると予想されます特級<急>なあなあ俺特級とかまだいまいち分かってねえんだけどバカでもわかるように説明しましょうまずは4級木製バットで余裕です3級拳銃があればまあ安心 2級三段重でギリ1級戦車でも心細いそして特急まあクラスター爆弾での絨毯爆撃でトントンでしょうかねやっぺじゃん本来呪霊と同等級の術師が任務に当たるんだ今日の場合だと五条先生とかなで その五条先生は出張中そもそも高戦でプラプラしてていい人材じゃないんだよ残念ながらこの業界は人手不足が常手に余る任務を請け負うことは多々ありますただ今回は緊急事態で異常事態です絶対に戦わないこと特急と快適した時の選択肢は 逃げるか、死ぬかです。自分の恐怖には素直に従ってください。君たちの任務は、あくまで生存者の確認と救出であることを忘れずに。あのーただは、息子は大丈夫なんでしょうかダメです、下がってくださいここは立ち入り禁止です ただし。名簿によると取り残された残忍者の一人ですこちらは保護者の方でしょう対応は任せてください保護者の方ですね施設内に毒物がまかれた可能性があります現時点でこれ以上のことは申し上げられませんそ 千黒、杭崎、助けるぞ。当然。うっ。帳を下ろします。お気をつけて。闇より出て、闇より黒く、その汚れを、みそぎ払え。 夜になってくとばりだ。今回は住宅地が近いからな。外から俺たちを隠す結界だ。はは、すげえなぁ玉剣呪いが近づいたらこいつが教えてくれる。行くぞ どうなってんだ二階建ての寮の中だよな、ここ。広すぎる。構造もデタラメじゃねえか。お、落ち着けメゾネットやげえよ。重力による消毒領域の展開。こんな大きなものは初めて見た。っ <laughs> 扉はそんなの今入ってきた。嘘だろ ドアがなくななくってるなんで私たち今ここから入ってきたわよね大丈夫だ。玉剣が出入り口の匂いを覚えてる。そこを見つけりゃ出られるはずだ。完全に閉じ込められたってわけじゃないのね。やっぱ頼りになるな、伏黒は。お前のおかげで人が助かるし、俺も助けられる。進もう。 気を抜くなよ。あ<雷> <laughs>。むごい。 三人でいいんだよな。この遺体、持って帰る。ただしは、息子は大丈夫なんでしょうか名札に書いてある。あの人の子供だ。顔はそんなにやられてない。でも遺体もなしで死にましたじゃ、母親としたら納得できねえだろ。 あと二人の生死を確認しなきゃならん。その遺体は置いていけ。冗談言うな振り返れば来た道がなくなってんだぞ後で戻る余裕はねえだろ後にしろじゃねえ。置いてけって言ったんだただでさえ助ける気のない人間を死体になってまで救う気は俺にはない助ける気がない人間だとどういう意味だ ここは少年院だぞ。呪術師には現場のあらゆる情報が事前に開示される。岡崎正。そいつは無免許運転で下校中の女児を跳ねてる。二度目の無免許運転でだ。お前は大勢の人間を助け、正しい死に導くことにこだわってるな。だが自分が助けた人間が将来人を殺したらどうするじゃあ、なんで俺は助けたんだよ <laughs> いい加減にしろ時と場所を決まえたらどうだ消えたバカな呪いの気配は玉剣がはっ <laughs> 逃げるぞ釘先を探すのはそれから <noise> ああ間違いない。特急だ。動けねえ。動け、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 動けうあああああちょっと、どこよ、ここ。真っ暗で何も見えない 呪いの気配。<laughs> 何この数。<noise> さっさと行こうぜ。手加減はよした。ウシ。最善の一手を常に。でタバ。そう当てるなよ。ほらほらまやっちゃっていいの。行くか。 最善の一手を常に考えぶっ飛ばすそう、あこるね生徒たちの拒否手加減はしてあげるよ行くか相手の動きを考喧嘩上等お急強くなったね、友人行くぞ、キャッシー舐めてんじゃねえぞ <laughs> それじゃおしまいにしようかいくかうぜえ収束発散術式判定赤、えー、まあ最強だからねいくぞ ここまで近づかれたらもう逃げらんねえ。追いつくな俺が死んだらお前も死ぬんだろそれが嫌なら協力しろよ断る。お前の中の俺が終わろうと、切り分けた魂はまだ18もある。とはいえ、腹立たしいことにこの体の支配者は俺ではない。変わりたいのなら変わるがいい。 だがその時は、呪霊より先にそこのガキを殺す。<laughs> 次に女。あれは生きがいい。楽しめそうだ。んなこと、俺がさせねえよ。だろうな。だが俺にばかり構っていると、それこそ仲間が死ぬぞ。 なんて威力。呪術じゃなく、ただ呪力を飛ばしただけでこれか。ふしぐろくき先連れてここから逃げろ二人がここを出るまで、俺がこいつを食い止める出たら何でもいいから合図してくれ。そしたら、俺はスクナに変わる。<laughs> できるわけねえだろ特急相手にその傷で よく見ろって。<laughs> 楽しんでる。完全に舐めてんで、俺たちのこと。時間稼ぎくらいなら何なとかなれ。ダメだ不思議だ頼む<め>。玉 <laughs> を探せ残りはこれ一本 <laughs> もっといっぱい持ってくればよかった<ん>いくら殴っても効きやしねえそりゃそうか呪力の使い方なんて分かんねえしな でも、今はそれでいい時間を稼ぐ牙 <laughs> っ,ってこうぜ手加減はしてあげるよよし相手の動きをぶっ飛ばすって、楽しくなってきたやんのか、てめえ行くぞ、キャッシー <laughs> やっちゃっていいの行くか相手の動きを喧嘩上手そう焦るなよなめ <laughs> <laughs> てんじゃねえぞ <laughs> やっちゃっていい行く。 最善。喧嘩上手。これで養成かな <laughs>。<laughs> まあ最強だからね。痛い痛い痛い。辛い辛い辛い。なんで俺が。 あの時、指なんて拾わなければ食わなければあの時あの時やめろ考えるなやだやだ逃げたい逃げたい死にたくないここで死んで死んだとしてそれは正しい死か,か考えるな 人を助けろ俺はこんなに弱かったのかお前顔を覚えたからな絶対呪ってやるオろチ 脱出するぞ、釘先カエル苦手なんすけど <laughs> うぬぼれてた俺は強いと思ってた。 死に時を選べるくらいには強いと思ってたんだ。でも違った俺は弱い全然弱すぎるああ死にたくねえやだやだよでも、死ぬんだ。正しいしか、じゃねえよ甘えんな 呪術師に悔いのない死などない。それでも、この死が正しかったと言えるように。呪いは、人間の負の感情から生まれる。ならば、憎悪も、恐怖も、後悔も、すべて出し切れ拳に、乗せろ

<coughs> つくづく忌々しい小僧だ。この俺を完全になめてやがる。 つくづく忌々いましい小僧だ。この俺を完全になめてやがる。少し待て、今考えてる。どうすればあの小僧を後悔させられるかをな。あちらを追ったところで、直前に小僧に変わられるのがオチか。となると、奴らが一番困るのは、俺とこいつでガキどもを叩く。これだろうな。 振り出しに戻してやる。おい、ガキどもを殺しに行くぞ。ついて来い。ハムカウ歯向かう気かバカが。<laughs> 行らあいかん。勢い余って傷まで治してしまった。<laughs> 散歩は嫌かまあ、元来呪霊は生まれた場にとどまるものだしなよいよいそれならここで死ね避難区域を半径1 0ロまで広げてください伏黒君は残りますもしもの時 俺にはああいつを始末すす。る責任がありま釘崎さんを病院へ送り届けたら私もなるべく早く戻ります我々は共に特急という等級に分類されるそうだ俺とお前がだぞ おお、再生したか。いいぞ、特急。頑張れ、頑張れ。だが、呪力による地位は人間と違い、呪霊にとってそう難しいことではないぞ。お前も、この小僧も、呪いの何たるかをまるでわかっていないな。いい機会だ。教えてやる。本物の呪術というものを。 《領域展開》福間水路《三枚に下ろしたつもりだったんだがやはり弱いなお前》そうそうそれから。 お前に埋め込まれた俺の指はもらっていくぞ。<laughs> 終わったぞ不愉快だ変わるのならさっさと変われどうした、小僧くっ。<laughs> 《あっ!》<laughs> 消毒領域が閉じた特急が死んだんだ。 あとはイタドリが戻れば残念だがヤツなら戻らんぞ <laughs> そう怯えるな今は機嫌がいい少し話そうこれは何の縛りもなく俺を利用したツケだな俺と変わるのに少々手こずっているようだしかしまあそれも時間の問題だろうそこで 俺に今できることを考えた <laughs> 小僧を人質にする俺はこれなしでも生きていられるがな小僧はそうもいかん俺と変わることは死を意味する そしてさらにダメ押しだ宿儺の指特急が取り込んでいたのかさてと晴れて自由の身だもう怯えていいぞ殺す特に理由はないあの時と 立場が逆転したな少し遊んでやる牙ってこうぜ<ー>やっちゃっていいのよし相手の動きを観察しろ喧嘩上等いけるでは教育の時間だあ<ー>おいショットほれどうした手加減はしてあげるよ よし最善の一手を常に喧嘩上等そう焦るなよなめてんじゃねえぞほら頑張れ頑張れ手加減はしてあげるよ行くか最善のぶっ飛ばすよーいそっ<ー>行くぞキャリー,ー面白いどうした 終わりか授業は終わりだ。不平等な現実のみが、平等に与えられている。分かってないんだな。虎リは戻ってくる。その結果自分が死んでもな。そういうやつだ。買いかぶりすぎだ。 こいつは他の人間より多少頑丈で鈍いだけだ。宣告もな、今はの際で怯えに怯え、ごちゃごちゃとごたこを並べていたぞ。断言する。奴に自死する度胸はない。虎鳥が特急に受けた傷が治ってる。治癒、反転術式が使えるんだ。少なは受肉してる。心臓なしで生きられるとはいえ、 ダメージはあるはずだ。イタドリが戻る前に心臓を治させる。心臓を書いた体では、俺に勝てないと思わせるんだ。できるか特急の前ですら動けなかった俺に。できるかじゃねえ。やるんだよ<い> せっかく外に出たんだ広く使おう<っ>面白いしい式神使いのくせに術師本人が向かってくるか <laughs> っもっとだ もっと呪いを込めて撃ってみろフッ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 おらっちっい <laughs> <laughs> ったろ 広く使おう手、うん、術云々じゃないパワーも、アジリティも、格が違う 聖徳領域を抜けるのに式紙一通り使っちまった玉剣士ら唐路地は破壊され縫えも限界だ壊される前に解いた方がいいななるほどお前の式紙影を媒体にしているのかならなんだふん 呪符を使うありきたりな術式ではない。応用も聞く。わからんな。お前あの時、なぜ逃げた宝の持ち腐れだな。小僧のここを直させて、主導権を戻そうとしてるようだが、どのみちその程度ではここは直さんぞ。バレバレか。 つまらんことに命を懸けたな。この小僧にそれほどの価値はないというのに。じゃあ、なんで俺は助けたんだよ不平等な現実のみが、平等に与えられている。誰かを呪う暇があったら、大切な人のことを考えていたいの。 疑う余地のない善人だった。誰よりも幸せになるべき人だった。それでも積み木は呪われた。俺の性別も知らず、恵みなんて名前をつけた父親は、今もどこかで濃々と生きている。因果応報は善児道ではない。悪人は法のもとで初めて裁かれる。呪術師は、 そんな報いの歯車の一つだ。少しでも多くの善人が、平等を享受できるように。俺は不平等に、人を助けるほういい、いいぞ。お前が命を燃やすのは、これからだったわけだ。見せてみろ、不黒恵 古るべ、ゆらゆら、奴かの。は <laughs> 言っておくが俺は、お前を助けた理由に、論理的な思考を持ち合わせていない。危険だとしても、お前のような善人が死ぬのを見たくなかった。 それなりに迷いはしたが、結局はわがままな感情論。でも、それでいいんだ。俺はヒーローじゃない。呪術師なんだ。だからお前を助けたことを、一度だって後悔したことはない。そっか。やっぱ伏黒は頭がいいからな。 俺よりいろいろ考えてんだろ。お前の真実は正しいと思う。でも俺が間違ってるとも思わん。<laughs> ああ、終わり。そろそろだわ。伏黒も、クイサキも、五条先生。ああ、心配いらねえか。長生きしろよ。 ってこいオラわざわざ貴重な指一本使ってまで確かめる必要があったかね少なの実力まあ中途半端な当て馬じゃ意味ないからねそれなりに収穫はあったさ <laughs> 言い訳でないことを祈るぞ。メンシェドーニョロナグサス。貴様喋るでない何を言ってるか分からんのに内容を頭に眺めてきた規則悪いのだいらっしゃいませ。一名様のご案内でよろしいですかはい。一名です。 わざとでしょう特急相手しかも生死不明の5人の救助に1年派遣はあり得ないそれにユージは僕が無理を通して死刑に実質無期限の猶予を与えたそれを面白くない上が僕の犬間に特急を利用して手よく彼を始末ってとこだろう他の2人が死んでも。 僕に嫌がらせができて一石二鳥とか思ってんじゃないいやしかし派遣が決まった時点では本当に特急になるとは犯人探しも面倒だいっそのこと上の連中全員殺してしまおうか珍しく感情的だな。 彼のことずいぶんとお気に入りだったんだな僕はいつだって正統思いのナイスガイサーあまりいじちをいじめるな私たちと上の間で苦労してるんだイ,エイリさんもっと言ってもっと言って <laughs> これがスクナの器か。好きにばらしていいよねしっかり役立てろよ役立てるよ誰に言ってんの長生きしろよって自分が死んでりゃ世はないわよあんた仲間が死ぬの初めてタメは初めてだ うん、その割には平気そうね。お前もな。当然でしょ。会って二週間やそこらよ。そんな男が死んで泣きわめくほど、ちょろい女じゃないのよ。暑いなそうね。夏服はまだかしら。 なんだ。いつにも増して神経臭いな、めぐみ。お通夜かよ。善院先輩。私を名字で呼ぶんじゃ。まき、まき。マジで死んでるんですよ、昨日。一年坊が一人。おか。か。っ早く言えやこれじゃ私が血も涙もねえ鬼みてえだろ 実際そんな感じだぞつなまや何あの人たち善意巻き先輩ジュグの扱いなら学生1だジュゴン氏、犬巻ゲ先輩5位がおにぎりの具しかないパンダ先輩あと1人 乙骨先輩って唯一手放して尊敬できる人がいるが、今海外。あんた、パンダをパンダで済ませる気かいやー、すまんな、もう中に。実はお前たちに、京都姉妹校交流会に出てほしくてな。京都姉妹校交流会京都にあるもう一校の高線との交流会だ。 でも2、3年メインのイベントですよね。その3年のボンクラが定学中なんだ。人数が足んねえ。だからお前ら出ろ。交流会って何するの東京校、京都校、それぞれの学長が提案した勝負方法を1日ずつ、2日間かけて行う。つってもそれは建前で、初日が団体戦。 二日目が個人戦って毎年決まってる。個人戦団体戦って、戦うの呪術師同士でああ。殺す以外なら何してもいい呪術合戦だ。逆に殺されないよう、みっちりしごいてやるぞ。ていうか、そんな暇あんの人手不足なんでしょ呪術師は。 今はな、冬の終わりから春までの人間の陰気が、初夏にドカッと呪いとなって現れる、繁忙期ってやつだ。年中忙しいって時もあるが、ぼちぼち落ち着いてくると思うぜ。で、やるだろ仲間が死んだんだもんな。やる。私は、俺は。 強くなるんだ,るんだそのためなら何だってでもしごきも交流会も意味ないと思ったら即やめるから同じくまあこんくらい生意気な方がやりがいあるわな他かパンダなめんなよ やっと骨のあるやつが来やがったか行くか相手の動きを完避喧嘩上等よーいそ行くぞキャシー私も負けねえ舐めてんじゃねえぞどっからでも来いやはい 今がチャンスだよ。うし。最善。喧嘩上等。おいしょっと。はい。あれ。うひか。あらよっと。やっちゃっていいな。うし。相手の動きを。喧嘩上等。そって楽しくなってきた。いける。はい。今がチャンスだよ。うし。さて準備。喧嘩上等。 これでよーきいかな,いなまあ最強だからね つまり君たちのボスは今の人間と呪いの立場を逆転させたいとそういうわけだねまあ大体はなだが少し違う人間は嘘でできている表に出る正義の感情や行動には必ず裏があるだが負の感情憎悪や殺意などは偽りのない真実だ そこから生まれ落ちた我々呪いこそ、真に純粋な本物の人間なのだ。偽物は消えて叱るべき。だが現状、消されるのは君たちの方だ。だから貴様に聞いているのだ。我々はどうすれば呪術師に勝てる戦争の前に二つ条件を満たせば勝てるよ。 一つ目は呪術師最強といわれる男五条悟を戦闘不能にすること二つ目両面少な虎杖雄二を仲間に引き込むちょっと待て死んだのであろうその虎杖雄二というガキはさあどうかな 許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。なら降りて来い。見下してやっからよ。随分と殺気だっているな。当たり前だこちとらお前に殺されてんだぞ傷を治してやった恩を忘れるとはな。<laughs> その後心臓取っちゃったでしょうが 死んでまでてめえと一緒なのは納得いかねえけど、ちょうどいいや。泣かせああ、食いしばれ必要ない。あれお前はつまらんな。ここはあの世ではない、俺の聖徳領域だ。聖徳領域 フシグロが言ってたような。心の中と言い換えてもいい。つまり、俺たちは、まだ死んでいない。え<っ>お前が条件を飲めば、心臓を治し、生き返らせてやる。偉そうに。散々生きっといて、結局てめえも死にたくねえんだろ。事情が変わったのだ。近いうち。 面白いものが見れるぞ。条件は二つ。一、俺が警察と唱えたら、一分間体を分け渡すこと。そして二、この約束を忘れること。ダメだ何が目的か知らねえが、気なくさすぎる。今回のことでようやく理解した。 お前は邪悪だ。もう二度と体は化さん。ならばその一分間、誰も殺さんし、傷つけんと約束しよう。はぁ、うざ。信じられるか信じる信じないの話ではない。これは縛り、制約だ。守らねば罰を受けるのは俺。身に余る刺激を貪れば、報いを受ける。 それは小僧が身をもって知っているはずだ。前は大丈夫だったろあの時は俺も変わりたかった。お前もあの術師に言われてやっただけ。利害による縛り、事術における重要な因子の一つだ。わかった。条件を飲む。何がしてえのかよくわからんけど。 まあ生き返るためだしな。なんて言うわけねえだろ。無条件で生き返らせろ。そもそもてめえのせいで死んでんだよ。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜボコボコに 僕はさ性格悪いんだよね知ってます伊地知後で交びんだ教師なんて柄じゃないそんな僕が何で高専で教鞭をとっているか聞いて何でですか夢があるんだユージのことでも分かるとおり上層部は呪術界のマクス、 保身バカ世襲バカ傲慢バカただのバカ腐ったみかんのバーゲンセールそんなクソ呪術会をリセットする上の連中を皆殺しにするのは簡単だでもそれじゃあ首がすげ変わるだけで変革は起きないそんなやり方じゃ誰もついてこないしねだから僕は教育を選んだんだ 強く悟い仲間を育てることそんなわけで自分の任務を生徒に投げることもある愛の無知それはサボりたいだけではみんな優秀だよ特に3年はかり2年お骨彼らは僕に並ぶ術師になるージも その一人だったちょっと君たちもう解剖始めるけどそこで見ているつもりかはあ体重いわ。てかここどこ,、うんこ お嬢さん、<laughs> <laughs> いじちうるさいちょっと残念あのー、誰ージおかえりおっすただいまはあ、報告修正しないとねいやこのままでいいまた狙われる前に ユージに最低限の力をつける時間が欲しい。記録上、ユージは死んだままにしてくれ。んじゃあ、タ取りがっつりかくまう感じいや、交流会までには復学させる。なぜ簡単な理由さ。和ードから青春を取り上げるなんて、許されていないんだよ。何人たりともね。 王女を悟るやはり我々が束になっても殺せんかひらひら逃げられるか最悪君たち全員払われる殺すより封印するに心血を注ぐことをお勧めするよ封印その手だては特級呪物獄門鏡を使う獄門鏡 持っているのかあのかあジョーゴ興奮するな熱くなるお客様ご注文はお決まりであまり騒ぎを起こさないでほしいな全員燃やせばいいだろう 高い店にしなくてよかったよゲトウワは少なの指何本分の強さだ甘く見積もって89本分ってとこかな十分極門教をわしにくれ収集に加えるその代わり五条悟はわしが殺す 近接戦闘に関しては、ユージは頭一つ抜けていると思うよ。今覚えるべきは呪力のコントロール。そして、呪術に関する最低限の知識だね。ふふふふ。どうしたのいや、やっぱ修行つけてもらうなら、五条先生がいいと思ってたから嬉しくて。俺は弱くて、誰も助けらんなかった。それどころか。 伏黒を殺しかけた。今のままじゃ、あいつらに顔向けできねえよ。強くなりたい。最強を教えてくれ。っふん。お目が高い。先生自分で最強って言ってたけどね。では、まずあちらにある二つの缶ジュースをご覧ください。はいっと。<noise> おおぶっ飛んだ方が呪力でねじれた方が術式なるほどわからんうーんそうだね呪力を電気術式を家電に例えようか電気だけじゃちょっと使い勝手悪いでしょだから家電に電気を流してさまざまな効果を得るわけつまりぶっ飛んだ缶にはるわけ。 ただ呪力をぶつけただけねじれた間には呪力を術式に流して発動させた呪術でねじったのつまりこれからちょびりくな術式を身につけるといやユージは呪術使えないよ簡単な式紙とか結界術は別として基本的に術式は生まれながら体に刻まれてるものだだから 呪術師の実力は才能がほぼ8割って感じなんだよね俺はサンダーとかファイヤーとかパワーボムとかできないのかパワーボムはできるでしょあーダメだこりゃいろんな必殺技とかやりたかったな今は使えないだけそのうちユージの体には 宿儺の術式が刻まれるできないことはガン無視してこう君の長所をさらに伸ばす有事の体術に磁力を上乗せするんだ下手な術式よりこういう基礎でご利用しされた方が僕は怖いよさっきも言ったけど肉弾戦の才能はピカイチだからねでもでもそれなら俺もできるぜ特急に追い込まれたあの時なんとなくコツはつかんだじゃあやってごらん ほら、僕の手のひらに打ち込んでみてどうせできないから怪我してもしんないよふっ <laughs> こもってなかったね呪力なんで呪力の源は負の感情君の言うあの時は 怒りや恐怖に満ち溢れていたんだろう。みんなわずかな感情の火種から磁力を捻出する訓練をしてるんだ逆に大きく感情がふれた時磁力を無駄遣いしないようにもね訓練方法はいくつかあるけどユージにはかなりしんどいものをやってもらうよど,どんな映画鑑賞映画鑑賞そう 名作から C 級ホラー地雷のフランス映画まで起きてる間はぶっ通しでだもちろんただ見るだけじゃないよこいつと一緒に見るんだこれ持ってん何このキモかわいい人形学長特製の受害だよああやっぱりか趣味が同じんで 全然容量得ないんだけど。焦らない焦らない。そろそろだよ。っその除外は一定の磁力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。さっきも言った通り、ここにはいろんな映画が揃ってるから、 まずはその受害を起こさず笑顔1本無傷で見通すこと今は有事でも出せる程度の微弱な磁力に設定してあるけど徐々に大きな出力を要求してくるから常に気を抜かないようにね抜きたくても抜けねえよこれじゃあ何から見るこれなんておすすめだよヒロインがムカつくんだけど最後派手に死ぬのすんげえネタバレ 最初はアクション。まあ。まあ。はい。イライラしても。磁力は一定。全員まとめてぶっ飛ばす。 次お前も長い獲物試してみろ意外としっくりきますねそりゃよかったただ一つ難点が獲物で近接を補うのは賛成ですけど術式上両手はパッと開けられるようにしたいんです善院先輩は二つ以上持ち歩くこととかザラですよねどうしてるんですか 私はパンダに持たせてる。聞かなきゃよかった。物を出し入れできる呪霊を飼ってる術師とかもいるよな。それは無理だろう。レアだし。飼いならすのに時間もかかる。<laughs> 分からんな。お前あの時、なぜ逃げた 宝の持ち腐れだな《あれは俺には特急に勝てる可能性があったとそういう意味だったんだろうか》先輩何とかなりそうです。 じゃ、僕は用事があるのでその調子で修行頑張ってねそうだ死んでる時スクナと話したかい話心臓を治すにあたって条件とか契約とか持ちかけられなかったああなんか話した気がするけど思い出せねえんだよなそうか 学長との約束までまだ少しありますけど、どこか寄りますいいよ。たまには先に付いててあげよう止めてえここでですか先行っててえこれ、何か試されてます 本当に先に行ったら殴る的な僕を何だと思ってるのほら行った行ったはあ分かりましたさて <laughs> 君何者 <laughs> 存外大したことなかったな誰が大したことないってフンコアパミー呪霊のくせにしっかりコミュニケーションが取れるその上この呪力量未登録の特急か特急はさ特別だから特急なわけ こうもホイホイ出てこられると調子狂っちゃうよ。長次が傷ついたかいや、楽しくなってきた。楽しくなってきたか。危機感の欠如。危機感の欠如、ね。さて、その力、どの程度か見せてもらおう。 よし。相手の動きを観察しろ。ぶっ飛ばす。よーい急ぐっと。い<ッ>くぞ、キャシ<ッ>ーや。なめてんじゃねえぞ。やつを壊せ。手加減はしてあげる。よし。さい<再>。ぶっ飛ばす。 やんのかてめえ。そう、あふりなよ。なめるなよ。やっちゃっていいの。いくか。あ、はいぶっ飛ばす。これで様子いいかな準備運動にもなれやしね。<laughs> まだまだこんなものか。蓋を開けてみれば弱者による過大評価。今の人間はやはりまがいもの。真実に生きておらん。万事集惑ヘイドが出る。 本物の強さ真実は死をもって広めるとしようこのくだりさっきやったよね学習しろよどういうことだうーん簡単に言うと当たってないバカなさっきとはわけが違う わしは確かに触れて殺した。君が触れたのはね、僕との間にあった無限だよ。教えてあげる。手、出して。殺意はない。探るだけ探るか。ん触れようとしても触れられん。 寸前で止まる。これが、無限止まってるっていうか、僕に近づくほど遅くなってんの。で、どうする僕はこのまま握手してもいいんだけど。断る。照れるなよ。こっちまで恥ずかしくなる。き、貴様 ただ呪力で強化した打撃じゃない何だ分からん分からねばまだまだ無限はね至るところにあるんだよ僕の呪術はそれを現実に持ってくるだけ収束発散この虚空に触れたらどうなると思う術式反転 《赤あちょうどいいか》《このわしがなすすべもなく吹き飛ばされたこれが無限これが五条悟》 五条悟に挑むのはいいけど、死ぬよ、情後。ふふふ、眉唾ではなかったな。だが当たらぬなら、領域に引きずり込むまで。ん<え>どこへ行ったごめんごめん、待、ま、った。どこねえ、ここどこそいつは 見学の君です富士さと人払いは済んだいくぞ。 へえ、意外と飲み込みが早い。ユージう士ああ五条先生話しかけても問題なし。早めに出力上げて、さっさと次の段階に進めそうだね。出かけるよ、勇士。課外授業。呪術戦の頂点、領域展開について、教えてあげる。 <え>先生俺10秒くらい前まで交戦にいたよねどうなってんのうーん飛んだなあ説明する気ないな五条悟を戦闘不能にし両面すくな板取雄二を仲間に引き込む今後のため板取は殺せん。 まさか我々の目的に気づいてなんだそのガキは盾か盾 <laughs> 違う違う言ったでしょ見学だって今この子に色々教えてる最中でねあまあ君は気にせず戦ってよ自ら足手まといを連れてくるとは愚かだな大丈夫でしょう だって君、弱いもん。ん舐 <laughs> めるなよ、小アッパがそのにやけずらごと飲み込んでくれるわーこいつが、弱い嘘だろ。今までの、 どんな化け物よりはるかに化け物大丈夫僕から離れないでねだってその力どの程度か見せてもらおうよし最善の一手をケ上等 そう焦るなよや、はあ、めてんかい。バイカンテチキテクルー。燃やし尽くしてやろう。えそう来るんだ。体がラダがおさて楽しくなってきた。では、教育の時間だ。も<ぁ>やし尽くしゃ ええ、そうくるんだ。体が重くう,うぜこれで用心かなは行くぞ、キャシシュクリじやれ<っ>覚えてーーあとは任せろ体がうわまずいな。そうあてるなよ。はい、つら残さんぞうっどけ はーい、今がチャンスだよーよし最善のやるかでは教育の時間だよしっああ終わりだはーい今行け<ケ>相手やるかそうはありえんまあ最強だからね 領域展開外観鉄地線な,なんだよこれこれが領域展開術式を付与した消毒領域を磁力で周囲に構築する領域を広げるのはめちゃくちゃ磁力を消費するけどそれだけ利点もある一つは環境要因によるステータス上昇ゲームのバフみたいなもんだね もう一つ。領域内で発動した付与された術式は、絶対当たる。ここに来たのは半分戯れ。殺せぬならそれはそれで構わんと思っていた。だが、突きつけられたこの悲願の竿を、呪霊としての、新たな人間としての窮地が、到底受け入れられん 領域に対する最も有効な手段。こっちも領域を展開する。同時に領域が展開されたとき、より洗練された術がその場を制するんだ。領域展開。無料空所。 何が起こったわしの領域が押し負けたのか何も見えん。何も感じん。違う。何もかも見える。すべて感じる。いつまでも情報が完結しない。故に、何もできん。ここは無加減の内側。 視覚伝達、生きるという行為に無限界の作業を強制する皮肉だよね全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんてでも君には聞きたいことがあるからこれくらいで勘弁してあげる。 さて、誰に言われてここに来たこれが呪術師最強生き物としての格が違う早く言えよ払うぞ言っても払うけどていうか呪霊って会話できんだね普通すぎてスルーしてたわ <laughs> お先生、俺は大丈夫。そいつをって、ごめん、嘘、やられそう。やーん。 逃げられた。気配を消すのがうまいな。火山頭よりよっぽど不気味だ。このレベルの呪霊がトを組んでるのか。楽しくなってきたね。勇士、っていうかみんなには、あれに勝てるくらい強くなってほしいんだよね。あれにか。ちょっと予定早めて、これから1ヶ月、映画見て、僕と戦ってを繰り返す。 その後は実践。基礎とその応用、しっかり身につけて、交流会でお披露目と行こうかはい、先生交流会って何行ってなかったっけ随分と穏やかな領域だね。ジョゴはどうした ゲト瀕死花見が助けに入ったから多分大丈夫じゃないかな無責任だな君がたきつけたんだろう噂をすればジョウゴ花見無事で何より。 どこをどう見ていっている体がないのだぞそれで済んだだけマシだろ。これで分かったと思うけど、五条悟は叱るべき時、叱るべき場所、こちらのアドバンテージを確立した上で封印に臨む。結婚は10月31日、渋谷。詳細は追って連絡するよ。いいね、真人。いろんないよ。 狡猾に行こう呪いらしく人間らしく行くぞ。 あれ一年図はパシッた大丈夫か今日だろ京都校の学長が来んの交流会の打ち合わせ特急案件に一年派遣の異常事態悟とバチバチの上層部が仕組んだって話じゃん京都の学長なんてもろその上層部だろ鉢合わせでもしたらさ ターゲットだった一年の虎杖は死んでんだ恵み組ちを今さら同行するつもりもねえだろ教員は立場があるけど生徒はそうでもないよなあいつら嫌がらせ大好きじゃん来てるっていうのか舞がこんにちは 伏黒君ん,んでこっちいるんですか善院先輩あやっぱり雰囲気近いわよね姉妹双子の名嫌だな伏黒君善院じゃマキと区別がつかないわマイって呼んでこいつらが乙骨と三年の代だねえ あなたたちが心配で学長についてきちゃった。同級生が死んだんでしょ辛かったそれともそうでもなかった何が言いたいんですかいいのよ。言いづらいことってあるわよね。代わりに言ってあげる。器なんて言えば聞こえはいいけど、要は半分呪いの化け物でしょ そんな汚らわしい人害が隣でぶしつけに呪術師を名乗って虫巣が走っていたのよね死んでせいせいしたんじゃないはあ <laughs> どうでもいい話を広げるな俺はただこいつらが乙骨の代わり足りうるのかそれが知りたい「不審うろう、とか言ったか どんな女がタイプだ返答次第では今ここで半殺しにしておっ骨最低でも3年は交流会に引っ張り出すちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです何で初対面のあんたと女の趣味を話さないといけないんですか京都3年東堂葵 自己紹介終わりこれでお友達だな早く答えろ男でもいいぞ性癖にはそいつのすべてが反映される女の趣味がつまらんやつはそいつ自身もつまらん俺はつまらん男が大嫌いだ交流会は血は筋肉を踊る俺の魂の独壇場。俺なりの優しさだ今なら半殺しで済む 答えろ、不思ろどんな女がタイプだ別に、好みとかありませんよ。その人に揺るがない人間性があれば、それ以上は何も求めません。<laughs> 悪くない答えね。巨乳好きとか抜かしたら私が殺してたわ。うるせえ。やっぱりだ。 退屈だよ伏黒ふっ、うんうん、伏黒ああ伏黒君かわいそう二級術師として入学した天才も一級の藤堂先輩相手じゃただの一年生だもん後で慰めてあげようっと似てるって思ったけど全然だ マキさんの方が百倍美人。寝不足か毛穴開いてんぞ。口の利き方、教えてあげる。不死黒。お前を一目見た時から分かってた。ああ、退屈な奴だと。でも人を見た目だけで判断しちゃいけないよな。 だからわざわざ質問したのに、お前は俺の優しさを踏みにじったんだ。東道、どこかで聞いた名だと思っていたが、一級術師の東道か去年起きた、呪詛師下刀による未曾有の呪術テロ、新宿京都百鬼夜行。京都の夜行に現れた一級呪霊五体。 特急呪霊一体を一人で払ったっていうあの東堂驚くべきはあんた術式使わないんだってなうんあああの噂はガセだ特急相手には使ったぞ 1>, 1級には使ってねえのかよ化け物が高田ちゃんのラジオまでに終わらせるぞ 手加減はしてあげるよし最善の一手をつ喧嘩上等そうあげるよ行くぞなめてんじゃねえぞ手加減はしてあげるよ行くか相手の動きを喧嘩上等これで要済みかな終わりだ 死ぬ気で守れよ邪魔だやっちゃっていいのうっし相手のぶっ飛ばすこれで用心かなハッ舐めてんじゃねえぞ準備<つ>運動にもなれしねえ霊に漏れず、退屈やる気がまるで感じられん 下手に出てりゃ偉そうに、そこまで言うなら、やってやるよ <laughs> かい動く,動くっ何やってんの 久しぶりだなパンダ。なんで交流会まで我慢できないかね帰った帰った。大きな声出すぞ。いやーんって言われなくても帰るところだ。どうやら退屈指導しってわけでもなさそうだ。お骨に伝えとけ。お前も出ろと。めんどくせ俺パンダ。 人間の言葉わからない充実し続けるなら喧嘩売る相手は選ぶことねうちのパシリに何してんだよ、前。あら、落ちこぼれすぎて気づかなかったわマキ、落ちこぼれはお互い様だろ お前だって物に呪力込めるばっかりで術式もクソもねえじゃねえか呪力がないよりマシよ上ばかり見てると首が痛くなるからたまにはこうして下を見ないとねああやめやめ底辺同士でみっともね野原、立てるか無理よしばらく起きないわそれなりに痛めつけたもの 何その目やる気っえっ、え、ナイスサポートマキさんさて動けないでしょこれで形勢逆転ねちっ 人様の服にバカすか穴開けやがって、てめえのその制服を置いてけよ私の夏服にしてやる次は体の穴を増やしてやるわよあと、その足の長さじゃこれは着れないんじゃない帰るぞ、マイえそんな、伏黒は大丈夫だ、パンダたちがついてる。楽しんでるようだな。 冗談私はこれからなんですけどダメだお前と違って俺にはまだ東京に大事な用があるんだよ高田ちゃんの怖くがなええ乗り換えミスってもし会場にたどり着けなかったら俺は何しでかすかわからんぞついてこいマ もう、勝手な人あんたたち、交流会はこんなもんじゃ済まないわよ何買った感出してんだ制服置いてけ、こらやめとけ、バカ。ここじゃ勝っても負けても貧乏くじだ。交流会でボコボコにすんぞ。ねえ、マキさん。 さっきの本当なの呪力がないって。本当だよ。だからこのメガネがねえと呪いも見えねえ。私が扱うのは呪具。初めから呪いがこもってるもんだ。お前らみたいに自分の呪力をどうこうしてるわけじゃねえよ。じゃあなんで呪術師なんか嫌がらせだよ。見下されてた私が大物術師になってみろ。 家の連中どんな面すっかな <laughs> 楽しみだほらさっさと翔子さんとこ行くぞ私はマキさん尊敬してますよあっそう